キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は木曜日ということで、1週間折り返しが始まっちゃいました。いかがお過ごしでしょうか。ドロンということで、今日のこちらの方面は快晴でございます。今日もぬくいですね。はい、ぬくかごたらですよ。はい、暖かいですね。昨日も結構なんか暑かった、暑かったっていうかね、すごく、暖かかったですよね。で、明日ぐらいからギュンとまた下がるみたいですね。はーい、体調崩すパティーンですよ皆さん。で、週末にかけてまた冷え込むので、なかなかちょっと服装調整が難しい時期ではありますが、まあなんて言ったってもう11月ですもんね。もう月末近づいております。11月いかがだったでしょうか。あっという間に終わったのかなという感じはするんですけどですね。はい、いや、一日一日がやっぱ早いですよね。このやっぱ寒くなるっていうのも一つあるんじゃないですか。やっぱ寒いから早く鍵店なとか、早くなんかいろいろこう終わらせたいなとか、やっぱ精神的にこう、ね、気持ち的にやっぱそうやって思うと、やっぱ体が自然と早く早く早くと。夜更かしもなかなかどうなんです。こういった寒かったらですね、もうちょっと寒いけど早く寝ろかなって言ってやっぱなったりとか、ね、布団が気持ちいいもんだからもうすぐこう眠りについたりとか、やっぱしちゃうんじゃないかなと思うんですけどですね。はい、ここで寒かったら体がこうギャッとこう力が入ってね、結構疲れも溜まりやすいかなと思うんですけどね。結構私がおられたのともみさんという方がいらっしゃるんですけど、その方がもう365日中もほぼほぼ300日以上はサウナ行ってるんじゃなかろうかと、毎日ストーリーで上げてらっしゃるんですけど、やっぱサウナずっと行ってますもんね。はい、失礼しました。寒くはないんですけどね、鼻がむずっとしました。すいません。はい、いきなり、行くスタイルなので申し訳ありませんということで、はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、バキポキさんのマーキー続きですということで、今さっき何話してたかなと思ったサウナ。サウナっていいっすよね。私もうコロナのがなる前、もう3年4年ぐらいなんですね。はい、まではずーっと私週に1回はサウナ行ってたんですよ。で、12分の5セットで、まあ1時間ぐらい、はい、やってたんですけど、調子がいいっすよね、サウナするとですね。はい、でもあれどうなんすか、毎日サウナ入られております。やっぱそっちいいのかな。もう毎日やっぱいいのかなと思うんですけども、お金続きますかって感じなんですけど、はい、まあ、別にね、それだけとかであれば全然、いけるんかなとかと思うんですけど、サウナはまあ結構おすすめっちゃおすすめでしょうね。冷水が苦手っていう人はよく聞きますけど、私冷水大好きです。ヒヤーっていうね、あれ不思議です。5セットするうちの1、2セット目は全然汗が出ないんですよ。はい、で、3セット目ぐらいになると、じゅわーっとこうね、出てきて、で、最後ら辺だと、もう玉のような汗が出てくるということで、なんかすごくね、循環して、発汗作用、出てきて、いいのかなとかって、いつも思うんですけど、どうなんでしょうかね。はい。それが正しいやり方なのかわかりませんが、まあ、結構水分取らずにね、やってたりしてたので、死ぬぞって言って言われて、まあ、それから一回入るごとにがっつり水飲んで、でも帰って、でがっつり飲んでまた行ってっていうのをね、やってたんですけど、今は行ってないので、1時間も入れるかなとかってね、やっぱ思うんですけど、やっぱ慣れですからね、間ね。はい。整うみたいなので皆さんもサウナ行ってますかね。はい。知らんけど、っていう感じでございます。はい。さあ、まあこれが今まだポカポカですけど、明日ぐらいから寒くなるってなったら具合悪いですよね。
ちょっとまた外作業がちらっとある感じがするので、まあ、そこで体調を崩されたらいいなとかって思うんですけど、やっぱなんかね、ちょっと体の節々がやっぱこう固まるような感じですよ。危険危険。やっぱなんかちょっとこうね、普段からやっぱこう運動してる人とかはね、いいんでしょうけども、普段から運動しない人は、やっぱちょっと、今からの時期は厳しいのかなと、きついよねって感じがしますけどね。もう来年になったら、そうなんや、もう49になりたいなと思ったら、もうほんと、ゾッとする感じですけど、かといってそれで張り切って運動始めようかと思ったら、無理やりこう動いて、また怪我したりするんでですね、そこ気をつけないかなとか思うんですけど、なんかこう目標決めてやらんといかんなと、思いながらずる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 言ってる毎日でございますが、皆さんは、きっちりされてますでしょうか、どうなんでしょうかとかと思うんですけどね、まあなかなか難しいなとかと思うんですけどね、さてじゃあ今週末は、イベントがちょこちょこあるのかな、っていうか今日休みか、今日23日休みですね、昨日はいいうーの日で、今日はいい兄さんの日なんですかね。今日休みだね。通りで車が少ないと思った。これやりながら思ったんですけどね。普通休みだよね。なんか連休とかあってもいいやないかなとかで思うんですけど、まあそういうことはまあまず無理なので、毎日毎日しんどいなと思いながら頑張っていこうと思っております。はい。明日が休み明けの金曜、明日行ったらもう明後日にしやがってもう休みじゃないですかっていう感じで、今週結構楽勝だったですね。まあ、そんな感じで、羨ましいなと思うんですけど、私は相変わらず、水曜日のみの休みなので、普段と変わりませんということで、ザマーミローですで、私は頑張っていこうかと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけねいじー。ゴルゴン、ゴルゴール。